こんにちは、山の草尾です。今回は5月1日に撮影した山野草と樹木を5種類紹介します。類葉ボタンの花がここ一つ咲き始めています。こちらはまだつぼみです。この類葉ボタンは葉に少し斑が入っています。この辺ちょっと葉が斑が入っています。岩梨の花は終わりかけています。
ブラシのような一人静かの花が咲いています。もみじいちごの花が咲き始めています。このハウチワカエデの花はいつ見ても可愛いと感じます。ご視聴ありがとうございます。次回もどうぞお楽しみに。